ヤルカンドノウサギは、ノウサギの一種。タリム盆地北西部トロップノールの低地に分布し、主にヤルカンド川流域に住む。新疆ウイグル自治区の固有種である。ヤルカンドノウサギは、小型のノウサギで、体長は28.5から43センチメートル、体重は1.1から1.9キログラムになる。頭部、胴体、尾の上あつらは、一様に肺褐色で、 夏はピンクが混じる。体色は黄土色で、腹は白い。他のノウサギ類とは違い、尾に黒い毛が混じることはない。長い耳にも黒い点は見られない。ケープのうさぎとの類似点が多い。ヤルカンドのうさぎの分布域は中国新疆地区のタリム盆地に限られる。タクラマカン砂漠の周りに生息し、山から流れてくる川の水分とその周りの植生に依存している。 ポプラの森や巨流の茂み、川沿いの雑木林を好んで住みかとする。農業用地は避ける。ヤルカンドのウサギは基本的に夜行性で、早朝と日没後に最も活発になるが、日中に観察されることもある。草やハーブを主食とするが、農作物を食べることもあり、地域の売り農場が被害を受けている。雑木林の下場の中に浅い巣を作る。水場では、 複数の個体を同時に観察することもある。生殖に関してはあまり情報がない。発情期は2月からおそらく9月まで続く。1年に23回出産し、一度に2羽から5羽の子を産む。ヤルカンドのウサギは、ノウサギ族に属する独立種と分類されている。亜種は設定されていない。ヤルカンドのウサギは主に毛皮と肉のために狩猟されており、 1958年から1981年の間には1年におよそ1万羽が射殺され毛皮にされている。この地域では、ノウサギは珍しくないが、徐々に進む農地開発を主因とする生息地の減少によって、近年の個体数はおよそ30%減少したとされている。生息地の分断により、個体群間の遺伝子流動はほとんどなくなって、 しまっている。この種はまだ分布域が比較的広いため IUCN により純絶滅危惧に指定されている。しかし生息地の推移に関する確かな情報は得られていない。ありがとうございます。